論での話、後期高齢者司会対総プランドさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、帯広、北海道の帯広ですね、行った時の何を体験したらいいかっちゅうと、まあ、地元の方がこういうわけですよ。どうやら後期高齢者しかいないソープランドがあるっちゅう噂なんです。これはほんまの電話がある。それはもうちょっと詳しく言うてくれませんかってこう聞いたらね、まず受付におばあちゃんが座ってるこれもう本当にばあちゃんなんです。聞くとね、ほんで受付終わるでしょ、お金払いますやん。ほんでおばあちゃんが、あ、おいやね、2階の部屋で待っててください、後で若い子行かせますか言うて、そのばあちゃんが入ってくるで当然気づくわね、さっきのばあちゃんよ、ちょっとチェンジ言うて、あ、チェンジ言うたらドレスアップして入ってくる意味が違うやん、誰がコスチュームをチェンジせえ言うてんねん言うてほんまかどうかわからない、これあくまでこれ噂なんです。で、そんな噂と立ってるとこわざわざ地元の人間行けへんからどうせやったら行ってきてこの話を帯広でしたら全員が絶対聞きたい話だけど、もうはっきり言って帯広コルトって言うんですよね。帯広コルトはほんまな、噂はほんまなんかっていうのがですよ、ほんと都市伝説になってるんですこれは検証してほしい言うて、わかりました言うて、とりあえずですよ、ほら行かんといかんわ言うて行かせていただいたのがこちら外観だけでございますが、撮ってまいりました帯広コルトと申します、こちらでございますもう大体ですねお気づきかと思いますが、もともとですねこの帯広コルトなんですが、名前が帯広トルコでした。あ、そうですそうです、もうお気づきだと思います。何年か前にトルコ人の方がうちの国の不名誉な名前だということで名前を変えてくれと変えさせられた、だからソープランドという名前に変わったんですが、この帯広コルトもだからほんま名前も看板も全部変えんといかんがやけども、どうやらお金がなかったらしく帯広トルコの配列だけ変えてコルトと、もうこの時点でいわくつきですそらここでは何かが起こるぞと思うでしょ、さあやっぱり若い男子として、気が進むものではないですよやっぱりね、まあ、あれのこれも取材やからいかんとはしゃあないと思って、とりあえずですね行ったわけですよ。またフロントがあります。フロントをパッと見るとですよ、須貝金もう本当に須貝金です、須貝金のようなとか形容じゃないです、須貝金ご自身、金より金もう本当に須貝金おるわとかとか向こう殿みたいな、向こう殿おりますわね、うわこれ聞いてた通りやみたいな。でとりあえずですね、これはっきり言いましてね、これ普段のまあ田部さんから出る体験取材でも全部そうなんですけど、取材費中度は一切出ません、全部自己負担なんですよ。だから僕からしたらこれ当然帯広コルトも自己負担なわけやから、料金だけ確認しときたかったんですよ。で最初はですね、おばちゃんすいません、料金これいくらかかりますか言うたら、40分2万円これめちゃくちゃ高いです。でこれ歌舞伎町でもですよ、40分で1万5000円とかザラにありますよ、40分2万円なんかめちゃめちゃ高いですよ。でましてやですよ、噂が本当なのこれ須貝金になんでわざわざ2万これおっこらありえへんと思うんです。もうここまで体張って取材することがあるわ思うたから、ほんまに断りました。あ、お母さんそれやったらもうええわ帰るわってパーッとこう帰ろうとしたら、出ようとしたらですよ、本当にこれコントみたいですよ、須貝金がですよフロントからニョッキーって体伸ばしてですよ、僕の上ですよ、1万6000円僕も言いきかけちゃいましたけど、1万6000円って聞いたんですよ、んもうしとこえな、1万5500キリよく1万5000乗った1万5000円ならいいか思って、まあ成立したわけですよ。で、まあお金払ってですよ、
もう一声いけへんかなと思って、うん、やらしいもんですね。奇跡のまさかの1万円いってくれへんかなと思うんですよ。お母ちゃんやっぱこれ1万円なれへんもんやろか言うたらね、まあダメなんですけど、こうダメやと断り方がちょっと滑稽でしたね。もう無理もう無理もう無理、もう1万5000円が限界、もうこれ以上言ったらねうち原価割れや、原価割れそのブランドの原価割れっちゅうのはどういうことやお前ら、あ、分かりました、あとも1万5000円でいいですわー言って、や1万5000円払ったら、じゃあ2階の部屋で待って後で若い子行かせます。聞いてた通り、さあ階段を登っていきます。階段言うともほっそりほっそり階段でボロボロの木、もう一段登るとミシミシミシいうようなところで部屋入っていく。2階のガチャ開けて、もうね薄暗い明かりに、まあ一応ソープランドやからまあなんか浴槽みたいなのがついたりしてるんですけど、そこで待つこと2分ガチャ扉が開いて、私のその日のパートナーが入ってまいりました。結論から申し上げます、都市伝説は本当ではなかった、スガイキンではなかった聞いてた通り、さやかましいもうねほんまにですよ、もう正座三つ指あれもう最後の力を振り絞るそのスタメタマンこれももう金払ってるしな、帯広のお客さんが喜んでくれんよったら服の上ですよ。でまあごめんなさいね、もう大人やからもう皆さんいいですよね、ソープランドっていうのはやっぱり最後までやりますから、当然まずは僕のチンチンをボキスのタガン人見浄化ですよ。チンチンをねパーッと触るわけですよ。もうビジュアル的に正直キッてこう横立ってるんですよ。ごめんなさい見づらいと思います、こう横立ってるんですよ。でその横ね人見浄化ですよ、こう横ついてくれるわけですよ。ついてこうチンチンこう触ってくれるんですけど、なんせこれおばあちゃんですから思いっきり乳輪ポローンって垂れとるもんやから、常に僕の背中じゃないですよ、乳輪がデロ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 、大体今どこに位置してるかが分かるわけよ。そんな状態でこれ思ってたんですけどね、ただこれ恥ずかしい話なんですが、やっぱり何でしょうかね、やっぱりそういう何歳の高齢の方ですから長年やってる、もういぶし銀の技術みたいなあ、そうなんですよ、そうですね、もう案外あってですね、で、まあ、ぶっくりしたらですよ、その高齢者のおばあちゃんとのそういう体験はもうほんまに非常にきつかった、どうきつかったかを喋って笑ってもらおうと本当にしてて行ったんですよ、自腹はまだまだ払って。そやのにね、本当にこういう報告でもう僕も本当残念ですが普通に良かったです、すいませんでした、お疲れ様。本当プリンすごいんですよ、ひとみさんのやり方ね、ものすごい、もう普通のね手の合わせ方超です、なんか知らんけど僕のねチンチンまずね両手でパン挟むんですよすごい、そこでなんてもうチンチンはもうほんま支えみたいにしてガーって取ってるんですよ取ってからがじゃあこれからパーン取ってるんですよ、ほんとこっからバーって半時計回りシューッとこうやらないですよ、これでもうちょっと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 言うて、本当にはかっこ悪いですけど、もう最後に至る前にこのこれだけで果てたんですよ。そしてからしたんです。うわぁ、ひとみさんこんなばあちゃんにやられたって、はっきり屈辱的なんです。で、ひとみさんはひとみさんで、自分が初めてこう入ってきた時に思いっきり僕が、え？そう。やっぱ顔出る人間がそれ分かってるわけですよ、私でがっかりしたんやろうなっていうのがあったから、もうひとみさんからしたらですよ、どんなもんやってなるわけですよ、ほんとはこれ見よがしです、うわ生かされてもう落ち込んでね、僕覗き込むんですよ、まだ何もしてないのにってことですよ悔しい
りしたくてももうしようかと思ってこうね、バスタブを拭いたりしてる時ですよ。何の気なしなんですけど、ひとみさんがですよ、ところでお兄さんはお仕事何やってんの。いや僕ね芸人やってますね。ああそうなんだ。芸人っていうお仕事はそれは大変なお仕事なんでしょうね。これがね確かにそうなんですよ。あの今日みたいにねこんなにもうめちゃくちゃ聞いてくれはる環境というのは本当に稀で、やっぱり全国ツアー回ってる中では通常営業の居酒屋さんで急に喋れとか、姉ちゃんがそばで作るのを宮さんで喋れとか、だからおっさんは姉ちゃんこれ口説きに来てるから、そんなところでいきなりですよ、僕親善大使やってます、知らんがなちゃうじゃん。それ聞かんで一生懸命自分が喜んでもらおうと思って、語っている心を込めて語ってんのに妨害されたりですよ、やじられたり物飛んできたりなかったり引きずり下ろされたりする時も正直ある。これは本当に心が非常にきつい辛くなるわけです。でたまたまなんですよ、帯広コルト行くその前日の舞台がそういう舞台やったから、もうそんな言葉にズポッて入ってもうて、いやそれはね、実は昨日がそうやった、一生懸命喋ってんのにな、たーれも聞いてくれ、騒いでみんなでパッてもうおちょくっていい、そういう時はなめっちゃ辛いわ。でもそんな日ばかりでもないんじゃないの。いやそれはせやで、やっぱりほんまに今日めちゃめちゃ喜んでもらえたなとか、あ自分の伝えたいことほんとに届いたわとか、元気になりましたわ、ありがとう、もう帰りに言うてもらえた時はもう一生バイトしててもええなと思うぐらい、ほんまにこの仕事を一生続けたいなと思うぐらい幸せな気持ちになれるわ。そういう時はいいなって思うで。言うたらですよ、あなたそれが豊かな人生なのよ。私たちのような年になるとね、もう今までの予備知識で本当はもっと突っ込みたいけど、これ以上突っ込むとやけどをするからやめておこうと、本当は笑いたいけど笑わずにいようと、笑った方が有利だなと、常に周りの反応を気にしながら自分のある一定の感情をコントロールしてきてしまう。だからそんなに悲しまず、そんなに喜ばない人生を選んでしまうの。でもあなたは今毎日全身で今日は悲しいとか今日は嬉しいとか、毎日感情がフルアクセルで出てるんでしょ。それが豊かな人生なのよ。めちゃくちゃええ話もうここまで来てうるうるうるって来ましたわ。だけどかっこ悪いんはまだちんちん勃起したなんせひとみさんもこれこんな話してるけどちんちん吹きながらの話あなた豊かな人生そりゃ豊かやわなのよ。ご機嫌どうぞ、ありがとうございました。で、ね、なんかね気持ちが穏やかにこうなってまいりましたですね。私ね本当にこんなご報告で僕も残念なんですが、帯広コルトまた行こうと思いや本当に素晴らしいです。それはね当然ね歌舞伎町とかにあるようなねそういうサービスなんかなにもない。そんな若い姉ちゃんもいい日やけどね、コルトにはここにしかないものがあるわけですよ。じゃあね、芸人をなんか風俗で例えるとまあいやらしい例えですけど、今テレビにバンバンで出るレッドカーペットやエンタの神様や言うてバンバン出てる人気者、それはそれでいい、全然否定はせえへん。だけどそれは今みんなが人気者で人が集まっているそういう芸人さんたちを歌舞伎町の風俗店とするならば、僕は知らなくてもそこにしかないものを語りきれる芸人における帯広コルトになりたい。コルトでいいですか。帯広。素晴らしい。
ございます。いや本当にね、そういう、ああこういうところがあるやな、いやそれがね、またあの住職みたいな方にね説法を受けるのとはまた違うんですよ。そういう北の最果てでね、まあ申し訳ないけども、こういうお仕事をされてる方が言う心の豊かさっていうのは響く、素晴らしいなと思ってですね、でまたこれ行こうと思ってたわけですよ。で先ほど申し上げましたが、私に関しては徹底後追い取材。ひとみさんの後、これ絶対後追いしとかないとダメなんですよ。え、な何分ですよ、なんでこの後追いの一番大事なところは他界してるかもしれない一番大事なところです。とりあえずです、旅中ですよ。まず、ね、5月の段階で一回僕電話入れてるんですよ。電話、帯広コルト電話かけて、で向こうが帯広コルトですって、すいません、そちらにひとみさんご在宅でしょうか、いらっしゃいますでしょうか。私だこれまず5月の段階ではいたんですよ。で一番最新情報で帯広に住んでる方から連絡があったんですけど、この帯広コルトがついに潰れたと。潰れたんです。で長いこれね、もう30年以上の歴史があった帯広コルトやったんですけど、ついに幕を閉じた言うて、それは地元の方に聞きました。でなくなってはないと思うけど、どうしはんやろと、ひとみさんにもう二度と会えへんのかなというのを思ってたんですが、今日の段階で一筋の光が入りました。今度は旭川の知り合いから連絡が入りました。皆様いい報告です、旭川コルトというのがあるらしいです今度は旭川コルトを追っかけたいと思います。今日は間に合わなかったんですが、さらに後追いをお待ちくださいませ。